はい、どうもヤンです。こんにちは。今回は僕が作ったフィギュアの紹介をします。これ今色ついてない状態のジンベエのフィギュアなんですけど、これを今から色つけて完成させていきたいと思います。では塗装していきます。はい、完成です。どうでしょう。いつのジンベエか分かりますかね。20年前のネプチューン軍兵士をやってた時のジンベエですね。はい、チンピラアオロンを止めたあのシーンを再現してます。
この時のジンベイめちゃくちゃかっこいいと思って作っちゃいましたね。ここのシワとかね、いい感じじゃないですか。シワにはね、今回こだわりました。鎧もね、いい感じの丸み出すために削っては持ってを繰り返して頑張りました。足はこんな感じ。もう下駄はウエハースみたいでうまそうですね。コーティングしたら見づらくなっちゃったんですけど、まあ、模様もねしっかり入れてます。右手に持ってたパイプもちゃんと持たせてます。原作シーンを反対側から見るとこんな感じになるんでしょうね。フィギュアのいいところですよね。360度から見れるっていうのは。髪の毛はこんな感じ。いかつい髪型してますよね。今はだいぶ丸くなりましたけど、昔はやんちゃだったんですかね。ジンベイが座ってる岩の台座も質感良さげですかね。実はこの質感出すの結構簡単なんですよね。顔はこんな感じ。まあまあ似てますかね。魚人ということで肌に潤いを持たすためにツヤを出してます。マキシマムジンベイと並べるとこんな感じ。偶然にもほぼスケールが同じになってます。あーでも立たせたら左のジンベイの方が大きくなりそうですね。肌の色は結構変わりますね。僕の方はアニメの色に寄せたつもりです。で実はこれ原型は 7,8 年ほど前にほとんど完成してました。最近になって少し修正して仕上げたっていう感じですね。はい、こんな感じで結構ね原作シーンの再現はできたかと思います。いや、よく作ったなこんなの。いや、でかくてね大変だったと思います、まあ、当時どう思ってたかは忘れましたけど、はい、実はこのジンベイあのサナダッチさんがレビューしてくださってるんで、まあ、そのレビュー動画見たい方はサナダッチさんのチャンネルまで見に行ってください。レビューだけじゃなく仕上げもねしてもらってます。はい、その仕上がりをぜひ見に行ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。